生まれてきてる。はい、皆さんこんにちは、虫岡です。以前春の三大蛾の一匹である大霜降りスズメを探しに行きました。うわ、来た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 、いや、でっか。いや、見てこれ、でっけえよ。大霜降りスズメっていうのは日本最大のスズメ蛾であります。で、日本最大のスズメガってこともあって、大霜降りスズメの幼虫、めっちゃでかいらしいんです。まあどうせやったらその姿ちょっと実際に見てみたいなと思って、メスがいたら持ち帰って産卵させようかなと思ってたんですよ。ただ、あの時時期が早かったんでオスしか飛んでこなかったんですね。で、幼虫飼育諦めてたんですが、なんとアリさんが本当にたまたま大霜降りスズメの卵を譲ってくれる人から連絡が来たらしく、虫岡さんの分ももらっときました。というわけで、そんな大霜降りスズメの卵を見ていただきたいんですが、初日から大変なことになりました。見てください、どうぞ。というわけで、こちらアリュさんから昨日受け取った大霜降りスズメの卵が入っていると言われたタッパーなんですけれども、いや、ちょ待ってくれよ。いや、今日撮影しようかなと思ってタッパー見てたらさ、いや、なんかおかしなことになってんじゃん。ちょっと待って、昨日の夜もらって次の日のお昼ですよ。とりあえず開けましょうか。マジかよー、卵もらったのにもう孵化してるやん。ちょっと待ってくれ、あ、しかもこれ見て、これ孵化したてや。卵の殻を食べてます。そう、こういう蝶とかガーの仲間って卵から孵化したらまず自分の卵の殻を食べる種類が多いみたいなんですね。でもまさかの今食べてるシーンです。いや、やっぱり大霜降りスズメ、スズメガということで尻尾のアンテナがピシーンと立っております。どうした？そしてね、映像じゃちょっと触りにくいと思いますが、でけえのよ。ああ、ちょっと待って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 。生まれてきてるー。うそー。あー、アンテナが抜けました。というわけで、まあ孵化始まってから約5分ぐらいですかね、幼虫が孵化してきました。まさかの撮影開始早々貴重なシーンを見てしまった。というわけでですね、突然いろんなことが起きてちょっとパニックってるんですけれども、大霜降りスズメの卵が孵化しました。まあ、孵化しましたというか、なんかここにももう歩いてるし、早く処理しないと大変なことになりそうなんで、餌を入れてあげたいなと思うんですけど、さっき言いそびれたんですが、とにかくこいつらでかいんすよ。虫岡の人差し指がこんな感じ。他のスズメガの幼虫とかもっともっとちっちゃいよ。正直このアンテナぐらいのサイズで生まれてくる子もいるんじゃないかっていうぐらい、もっとちっちゃいんすよ、やっぱ幼虫って。卵出てきてこの大きさはちょっと異常ですね。喋ってたら大変なことになってきたので、早く飼育環境を作ってあげようかなと思います。よし。というわけで、カイコとかと同じく、おそらく初齢幼虫はそんなに風通しとか湿度とか気にしなくていいんじゃないかなと思うので、まあ、この大のプリンカップとかで最初のまあ、4、5日ぐらいまでかな、は飼育してみようかなと思います。で、餌なんですが、こちらでございます。これ何の葉っぱかというと、桜の葉っぱでございます。大霜降りスズメの幼虫は、バラ科の木の葉っぱをよく食べると言われてますね。調べてみた感じ、桜の仲間とか、梅とか、アンズ、桃、スモモなどと書いてますね。というわけで、まずはこの若い桜の葉っぱから与えてみようかなと思いますけれども、まあまだ幼虫がちっちゃいんで、最初はこの1枚とかでいいのかな。よいしょ。で、ここで葉っぱをよく見てみると、こういうね、細かいゴミとか虫とかついてることが多いんですね。で、最悪の場合、やっぱり寄生梅の卵がついてたりすることもあるんですね。ですので、
っぱり安全に蝶とかガーの幼虫を飼育したい人はやっぱりこの葉っぱを拭くことが大事ですね。まあ新芽やから少々拭きにくいんですが、それでもやっぱり拭いておきましょう。うん、こんな感じでいいでしょう。今回は卵からの飼育なんで、この与える葉っぱにさえ気をつけていれば寄生虫に殺されてしまうなんてことはありません。よくアゲハチョウの幼虫とか飼育して寄生虫にやられたという話を聞きますけれども、卵から飼育して、しかも葉っぱをきちんとこのように拭いていれば、そういう悲しい事故は起きません。というわけで飼育容器作っていきます。ティッシュいるかな。まあ、一応ひどっか、ちょっと最初だけ入れておきましょう。で、さっきの桜の葉っぱ入れてみます。もうこれだけです。さあ、じゃあ幼虫入れてみましょう。よし、全部幼虫と卵を移し終わりました。ケースの底から出てきました。これはまだ生まれるまで時間がかかりそうな卵ですね。ほら、でっかいでしょ。卵ビーズぐらいあるんですよね。最初はこういう紫色っぽい卵なんですけれども、時間が経つと緑色になって孵化するそうですね。だこの子らももうすぐしたら孵化してくれるのでしょうか。てなわけで、大霜降りスズメの幼虫の飼育が始まりました。大霜降りスズメというのは日本最大のスズメガです。もうぶっちぎりにでかいです。大スカシバとかセスジスズメとかよりもぶっちぎりにでかいです。そんなスズメガの幼虫なんで、秋麗幼虫はぶっちぎりにでかいらしいです。余裕で10センチを超えて、最大で12センチを超えるとも言われてるらしいです。怖いです。非常に怖いです。だって、大水青の幼虫でさえあれ8センチぐらいやったやで。あれよりまた4センチでかいのよ。だってさ、だって12センチやで。これやで、でっか！あはぁ！うそー！マジかぁ！やばい、震えてきた。これは怖すぎる。というわけで、虫岡大輝2022年の芋虫飼育は、なんと日本最大のスズメが大霜降りスズメの幼虫からスタートするそうです。またちょっとずつ皆さんに報告していけるように頑張って飼育していきます。お、葉っぱ食べてるじゃない。よかった、安心だ。これは安心です。いっぱい食べて6センチぐらいになるんやで。というわけで、トレカイモムシの飼育が始まりました。12センチのイモムシ怖いな。12センチのイモムシが楽しみな方はチャンネル登録、高評価、通知登録、そしてコメントの方よろしくお願いします。虫岡でした。ありがとうございました。一体愛って何ですか。どんなに抱きしめても人もたやすく